清十字は、京都市西京区にある大幕州の寺院。三号は、八出山。本尊は、如意林、観音。京都落成、観音霊場第30番札書。鉄牛禅寺によって再興されて、以来、大幕州では本山に次ぐ自覚を有していた。左右対称で、回廊を要するガランや、工場庭園等、本山である、万福寺を意識した設計がなされた。 よって、鉄牛禅寺を外する長松派の筆頭寺院にあたる。近年まで完全非公開だったが、2015年4月25日、世紀吉文化研究部主催の企画以来、公開される機会が増加した。辞伝によれば、810年に佐賀天皇の直眼寺として創建されたといい、縁人を解散とする。当時は常住寺と申した。百六十一年苦行用。 室田氏が中興し、清十字と改められた。中興解散は、奈良最大寺の映像。端塚の母大寺として栄えた。1333年4月の六原丹大軍と、千草田明率いる古代後天皇軍の戦乱により、全勝した。1467年から1477年の応仁の乱の陛下で荒廃し、1567年にも、 全勝した。1687年洋室、雷隆の会期、大幕州の総鉄入道機を中高解散として再興され、大幕州の寺院となった。1689年洋、室隆茂による再興という説もある。1697年に、現在の本堂や、とぶき等が再建された。法上は、打鉄な村による寄進で、幼少時の遺憾。 明治時代には一時無重となり水日下が復興された。2006年に1333年2月作成の清十字境内絵図が、2007年には1591年8月2日付、豊臣秀吉事業情土上ほ4点の中世、文書が発見された。2010年解散、鉄牛道期系の石碑が、境内に混流された。中世、都賀のお等に並び、 派出の茶は評価が高かった。宇治橋修繕と十三十石等混流に伴う宇治茶の進行を進めた永存の影響による。境内には今でも数多くの茶の木が生育している。清十二の旦那である派出家主導の下寺院関係者による茶摘みが毎年5月上旬に行われ、隋香るより流線茶道関係者によってたびたび振る舞われている。 法上オフィス前には、八田虎修筆、近畿書画図が飾られているが、その中には煎茶を起する様子も描かれている。また、法上を寄進した仙台藩主、伊達綱村は、こういう関係から煎茶をたしなんでいた。そもそも、日本に煎茶の文化を持ち込んだのは、大爆禅であり、清十字と茶は、深い関係にある。随香るより流煎茶道の、第三世。 大高津広千家元は、この清十字で修行していたこともあり、そのため、毎月、随香るより流千茶道の教室が開かれたり、定茶を担ったりしている。通常は、非公開。2015年4月25日の聖清文化、研究部主催、十字による、座禅、随香るより流による、千茶道、井口昌雲氏による経由禅の各体験と、 特別配管を皮切りに数々の特別公開や企画が催された。2015年秋に同研究部による限定配管、2017年秋には京都市観光協会による特別公開があり、メディアに取り上げられると注目が集まっている。ありがとうございます。